はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。矢野千鶴様、ひろき様、静香様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。最初送った分送り配り終わっちゃって、おかわりという方もいらっしゃいます。ご新規の方もいらっしゃいます。引き続き東京都内全域で、ご自分のやりたいやりやすい場所で構いませんので、ポスティングボランティア大募集であります。言ってくだされば、ポスティングするチラシ無料で宅配させていただきますんで、皆様よろしくお願いいたします。動画説明欄もっと見るをクリックしていただくか、くつざわのツイッターからご応募ください。くつざわりょうじってググると上の方にくつざわりょうじツイッターって出てきますんで、よろしくお願いいたします。ご支援メール党員様、東京地区支部長も大募集であります。よろしくお願いいたします。メール党員様の方は月額990円で、ほぼ毎日、メールが届きます。お値段以上と自負しております。こちらの方もよろしくお願いいたします。今日も元気に内裏たすきの事前運動で選挙違反する共産党現職参議の山添拓人、5月27日神田駅東口堂々とやっておりまして、でこの画像を公開してるのが山崎拓事務所、のあのアカウントということでね、事務所自らそれを堂々とバラしていくスタイル、全然悪いって思ってねえのな、法律違反ね。憲法守れって言う前にですね、法律守ったらどうなる、ついでに山添は戸籍謄本を公開しろって、こいつもね、日本人ですっていうにはふてぶてしいような面構えしてますよ。そんな大胆なこと言っちゃっていいのぐらいの、面構えをしております。ニート無能とかその辺もそうなんですけれども、N 党立花が NHK でアダルトビデオを放送すると言い出したようですそうじゃなくて、もっとこうあるだろう、 NHK を改善したい、あるいは潰したいならもっとこうあるだろう、っていうコピペにですね、ピタリと当てはまる事案だな。私が呆れて離党した時よりもなんかますます気違いに磨きがかかってきたなっていう感想を持ちました。豊島区議会の同僚議員、立憲民主党の小坂井議員、コロナにかかって休んでる、議会報告会にも来てなかったと聞いていましたが、死んでた、あごと今日知ってですね、腰抜かしました。あ、びっくりした。記事によりますと、5月23日の議長副議長面談に姿を現さなかった、警察から同日自殺を図ったと連絡があった。23日昼間救急搬送されたが、24日未明に亡くなった。豊島区では全部で3名の立憲議員いるんですけど、3名分の政務活動費は1つの口座に入金されておりました。同僚議員は事務所家賃をその口座から引き落としてたんですけど、残額不足で引き落とし不能になってた。小坂井議員の同僚議員の2名のうち1人ね、1月に入金された3人分の活動費135万円、これ1ヶ月分じゃないですよ、そんなにもらえません、を小坂井議員が借金の返済に充てたことを白状した、なんかカードローンに使った、政務活動費での借金返済は禁止だし、他の議員の活動費も流用横領したってことで、まあ二重の意味で横領となり、4月半ばから池袋署で取り調べを受けていた。立憲党内で大騒ぎになり、議員辞職すべきという意見が出たが、とある衆院議員がこれ以上追及すると次の選挙で公認しないと脅迫、隠蔽を図ったそうであります。ネットの反応です。公は、安倍がこの困難を森掛桜追及で乗り切るぞ、 UI は伝統腐り切ってる、疑惑は深まったってレベルじゃねえ、横領したのに発表してなかったのかよ、終わってんな。3月末に末に事件が発覚してんのに、未だに公表するか隠すか
悩んでいる立憲共産党、そこで公表しないって選択肢があるのおかしくね。立憲民主党に名前変えろ。いつも言ってる説明責任は国会で徹底追及を公表するかどうかで揉めるって本当に終わっている。森かけでは散々隠蔽だって騒いでたのにブーメランどころじゃないな。立憲民主党議員が税金を横領、公表するか隠蔽するか党内で大揉め、結局議員は謎の死を遂げる。まさにクソのような。隠蔽に走った衆議院議員は誰なんだ。これテレビじゃやらないやつ。まあフライデーとヤフーニュースに出ましたけど、テレビじゃやりませんねこれね。記事にはカードローン返済で115万円であるが、まあ、135万円のうち115万円借金返済に使っちゃった、白状したんですけど、カードでそんな借りれんの？そこも疑問ですね。なんか50万円までとかなかったっけ？借金は4年間浪人してた時の生活費かなって思いますけれども、3年間区議やってんのにもう、当選して3年経つのに、そんでも返せなかったんだ。なんか浪費癖でもあったんでしょうか。口封じされた、立憲に口封じされたっていう意見が多かったんですが、個人的には自殺と思います。公表するかどうかで立憲党内が大揉めとありましたけれども、どうせ起訴されたら司法に公表されちゃうし、遅いか早いかの違いですね。党内で隠蔽に走ったとある衆議院議員は参院選前の公表を嫌がったじゃないか、参院選後だったらバレてもええわぐらいの気持ちだったのか、この状況だと小坂井議員一人いなくなっても、どうにもなんねっていう状況なんで、まあ誘拐されたじゃなくて自殺されたんだと思います。あと気が弱い線が細い人でした。懲罰委員会で私にねめっちゃくちゃ言い返されても黙っちゃうような人でね。いやマジでね明日のことはわからない政治の世界ですな。なんかね、糾弾するとすれば隠蔽しようとした衆議って一体誰なんだってとこでしょうね。あとこれを公表するかどうかで揉めるね、立憲の隠蔽体質を糾弾すべきでしょうね。騙してその場さえ乗り切ればいいって思ってるやつ多すぎませんか？枝野だって福山だってブルージャパン8億払ったこと隠してますもんね。何も言ってませんもんね。なんか豊島区議会昨年から大荒れなんすよ。自民区議2名が部長課長クラスに政治資金パーティー券、売りつけて辞任してます。高野区長が反社の大物との付き合いと、曽根の内縁の妻の豊島区体育協会理事任命を週刊誌に書かれちゃって、あと私が肺がんで死にかけて立憲議員が自殺と、そういえば2019年統一地方選の初日ですよ、例の東池袋高齢者暴走事件で犠牲者出てますし、なんかね豊島区役所って墓っぽいよねって言われたことがあります。そういえばこうストーンとした形で、上がタワマンになってるんですけど、まあまあ墓っぽいよね、私も思います。なんかただられてんじゃねえのかって思うレベルであります。そういえば巣鴨プリズンもすぐ近くですしね。私の代わりに豊島区議になる予定の斉藤豊島支部長はいろいろと気をつけてください。なんちって、今年の夏の電力も逼迫する模様だそうであります。萩生田経産大臣、できる限り節電協力を一つの冷房で家族全員がしのぐとかと発言してしまいました。ネットの反応です。密になって感染爆増、一人暮らしの人は実家帰るってこと？今で家族揃って寝ろっていうのかよ。そうですね、東京の夏なんか冷房かけっぱなしじゃないととてもじゃないけど寝れませんよね。特にマンションなんか熱がこもるマンションなんかね。政府のエネルギー政策大失敗、なんか北朝鮮みたいなことを言い出した。精神論かよ、世間様舐めてんじゃねえのか。
自民党本部と議員会館でそれやれよ。我慢してくださいって大臣が言うことじゃねえわ。太陽光発電が役立たずだから逼迫してんだと。早よ原発動かせ。なんかね、萩生田経産大臣、貧乏には麦を食えみたいなことを言い出したな。大臣が言うことじゃないですよね、これね。私、萩生田さんは賢いって思ってたけど、違ったみてですね。明日のことはわからない政治の世界。この発言ずっとずっと言われちゃいますよ。もう何年もね、夏の電力不足って言ってますよね。自民党と経産省のエネルギー対策大失敗の証明ですよ。エネルギー庁の無能を晒してんだな。やっぱいくら太陽光発電の醜い板でね、山を切り開いて覆っても役立たずなんですよ。答えは原発再稼働って分かりきってんですけど、なんでやんねんって。大騒ぎする左翼は何やっても大騒ぎするんだからほっとけって、それが外国政府から請け負ってる連中の仕事なんだからさ。俺の任期中は揉めたくない。そんなだったら政治家やめろって話。さらに経産省、己の無能さをカバーするためとんでもないことを言い出しました。電気使用制限を検討、違反した企業は罰金と。ネットの判断です。本気で言ってんのか。罰金？セルフ経済破壊、経済活動やめろってことか。まるで戦時中、中国の大停電とか。笑えねえ。この状況で EV 推進とか失勢と言わざるを得ない。企業も呆れて海外脱出、逼迫何年続けるつもりだ。原発を動かせ。ロシアのせいにして再稼働しろよ。経産省や大臣は松下幸之助の水道理論とか知らないのかな。でも呆れちゃいますね。産業人の使命は貧乏の克服である。そのためには物資の生産に次ぐ生産をもって富を増大しなければならない。水道の水は価値あるものであるが、小敷が公園の水道水を飲んでも誰にも咎められない。それは量が多く価格があまりにも安いからである。産業人の使命も水道の水のごとく物資を無尽蔵にたらしめ無代に等しい価格で提供することにある。それによって人生に幸福をもたらし、この世に極楽土を建設することができるのである。これが松下幸之助の水道理論、あるいは水道哲学と呼ばれているもんなんですけどね。企業は利潤追求が使命であるんだから、遊びで電気使ってねえんだよ。んなね、電気代払うぐらいだったらね、経費削減するでしょ。つまり節約できる電気代なんかねえってこと。今現在企業が使ってる電力、払ってる電気代は必要なものなんですよ。決して無駄遣いなんかしてねえっつうの。これを絞れ、オーバーしたら罰金だって、経済活動やめろってことだよ、これ。経済破壊そのものでしょ。経産省のこんなこともわかんない官僚どもと、なるほどっつって、それにうなずく自民党のバカどもに絶望しちゃいますね。太陽光発電が機能してないから、こういうことになるんですよ。何が SDGs だっつの。もういいから早く原発動かせて。セルフ経済制裁すんなバーガーって感じですね。やっぱり私、国会議員だって発言力増してね、有名になってね、官僚と与党議員のこういうバカさ加減をガンガン言っていきたいですね。こういうとこがバカすぎって。議員になれれば聞く耳も増えるでしょう。国会で数が取れなくてっていうよりも、聞く耳持たして有権者の過半数がそうだよな、原発動かすべきだよなって思えばそうなるんだから、手つけていけない正義なんかないですよ。もしあればそんなもんろくなもんじゃねえからぶち壊すべきなんです。NHK の存在であるとか民放の存在とかね、非核三原則とか防衛費 1% 枠とかね、こちらの方は
ロシアの影響でぶち壊れてきましたけれども、亡くなった上島竜兵さんの自宅前から中継は WHO 自殺報道ガイドライン違反であると厚労省にぶち切れられたフジテレビのキムミツオサムっていうのかな、社長記者会見。寄せられたご意見は真摯に受け止める。中継が適切だったかどうか明言を避け謝罪はしなかった。そうであります。ネットの反応です。あれはマジでドン引きした。真摯に受け止めるけど何もするつもりはない。ご意見は真摯に受け止め、もはやテンピレ。謝ってるようで実はそうではない。二度とやりませんくらい言えんのか。ごめんなさいわ。普段些細なことで他者を叩きまくってるくせに、放送するまでに内部で誰も止めなかったのは異常だっての。日本人にはなかなかいない名字だな。キムミツオサム、すげえ名前ですね。俺らは日本人が苦しむところを見たいんだっていうテレビ局の連中が謝るわけないんだよね。厚労省にぶち切れられても、どうせ天下り目当てのね、総務省が守ってくれるって思ってんでしょ。舐めてんでしょ。自殺報道ガイドラインは後追い自殺を防ぐっていう目的があるんですけれども、まあフジテレビの連中は日本人は一人でも後追い自殺しろぐらい思ってんですわ。なんせフジには日本人社員一人もいねえがんね。悔しかったら全員の戸籍謄本公開しろ、見せろ。我々とフジの戦いはですね、日本人 VS 外国人の侵略者との戦いですよ。負けたら食われますんで、断じて負けらんないんですよね、これがね。キムミツだって変な名前、日本人一人もいねえからフジテレビ。悔しかったら全員の戸籍謄本見せてみろ、いう話であります。というわけで、引き続きご支援、ボスボラ、離島のポスター貼り、メール党員様、東京地区支部長大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。